はい、第110回、ハイオークランタン。今日2022年7月23日、もう夜7時ぐらいです。暗くなってきました。はい、ということで今日はですね、これまた107回とかそれぐらいでもやったと思うんですけど、セミの鳴き声ですか、これ。聞こえますね。美容整形外科医が病院内で部下女性に点滴し性的暴行かということで、また性暴行ですね。お医者さんが逮捕されましたよっていう話、107回ぐらいでもやったかな。あれは新宿歌舞伎町の新宿クリニックだったかな。ですけど今回は東京江戸川区の美容整形外科クリニック、前回は精神科医でしたね。今回美容整形外科クリニックの元院長竹澤章一容疑者が、暴行で、性暴行で逮捕されたと。まあ調べに対して容疑を認めていると。この人睡眠薬とか、麻酔を女性に摂取させて意識を失わせた上で性的暴行を加えたとして再逮捕されたと書いてありますね。で、竹田容疑者、酔いさましだよと言いながら点滴をしたと見られているっていうことですが、ちょっと不思議なのが、まあ女の人、点滴されますかっていうことですよね。抵抗しないのかなと。これ元、部下の女性ですから、まあ、部下なんでね、点滴するときに断れなかったっていうのもあるのかな。そういう、あとちょっと怖かったと、断りきれなかったっていうのあるのかもわかんないですけど、そうそう点滴許しますかって話ですよね。いくら同じ会社、また同じ病院に勤めてる、まあ言うなればパワハラですかね。断りたいけど断れないような雰囲気あったんでしょうね。それで性暴行を受けるって、まあこの女性も分かってたとは思うんですけど、ね、麻酔かけられて、または意識失われて、まあそういうことされちゃうということを分かっていつつ、まあ逃れられなかったんでしょうね、いろんな意味で。まあ結局この竹田中悪いとは思いますけど、こうなる前に本当に嫌だったら、まあ、女性をこういう言い方すると責めるみたいな言い方になりますけど、まあ、悪いのはねこの竹田容疑者ですけど、私だったらもう逃げるな、そうなる断然前に。この先生怪しい、この人怪しいと思ったら逃げて、やめて場所変えればいいですだけですから。まあこれがね、この辺が難しいですけど、まあ麻酔とかね、薬、点滴とかね、睡眠薬何かに混ぜて相手に知られないようにして眠らせてしまって、その上で性暴行っていうんだったら非はないですけど、女性に。いやこれ女の人怒るかな、こういうこと言ったら。いや変な男には近づかない、これに限るんじゃないですか。はい、で前回精神科医ですか、で今回が美容整形外科。まあどっちも海線山線なんですよ、この医者は。本当に医者の中でもね、精神科医なんていうのは本当に誰でもなれる、誰でもなれるとは言いませんけど、難しいですけどね、医師免許取るのは。なってしまえば本当に分からんですよ、海線山線。もうどの先生がメインなのかって分からないですから、なかなか。で美容整形も本当にね、まあ歌い文句っていうのは適当に何でもね、この医者さんも確か病院になんか何年連続医療事故ゼロなんていう張り紙書いてありましたけど、医療事故ゼロだから何なんだ、それ当たり前じゃないかと。いや医療事故があったらおかしいんだって。または表面化するのっていうのはほんの氷山の一角ですからね、ああいうのは。訴えられて、または調査して調べられて、大体表面化しないですし、 したら一件でもあったらよっぽど悪い医者ですよ、それは。腕の悪いっていうかね、下手なっていうか、または問題のある医者だと思うんで、医療事故ゼロっていうのがそれほど胸張れるもんでもないっていうもんなんで、そういったいろんなバランスね、この女性、判断能力、女性何歳か分かんないですけど、こういうな、私もな、今もう50近くだからある程度ね、怪しい人とか怪しい医者とか判断能力つくんですけど、まあ、10代20代の女性はなかなか、私もそうでしたけど、20代20代判断つかないんですよね。お医者さんだと信頼できる、先生だと信頼できるんじゃないかとかね、肩書きでね、信用してしまう面が若い人ただあると思うんでね、私の過去含め。
まあでもね、本当気をつけた方がいいですよ。お医者さんだからといって肩書きで、まあ、これ何度も言ってますけど、いろんなところで肩書きで人を判断するのは大体間違う原因になる、間違いの第一歩だっていうことですね。はい、ということです。今回はまた性暴行ですね、東京のお医者さんの話でした。110回簡単ですが以上です。短いですね。またお願いします。チャンネル登録できたらお願いします。失礼します。